はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということでね、本日も早速やっていきたいと思います。今日はですね、ちょっとね、いつものね位置をずらしてですね撮ってます。なんかこっちの方がね明るくていいかなというふうに思うんですよね。今日はですね、まあおかげさまでね、結構なんか言霊学のね質問がね結構来たりするんですけども、ちょっとね皆さんにね言っておきたいことがあって、でそれは何かっていうと、その先生みたいな形で呼ぶ人がいるんですけども、全然ですねその先生とかでもなくて、むしろ僕はそのもうなんていうんですか、あらかじめ研究された内容の本を、まあ、自分なりにそのなんていうんですかね、インプットしてきた。特にこの2年間というのはこのインプットしてきて、なんていうんですかね、自分の中でこう理解するというか、体得するというか、なんかそういう感じでやってきただけなんで、別になんていうんですかね、先生でも何でもないし、どっちかというとね、ただ自分が研究していたっていうだけなんですよ。ですのでね、わざわざ先生とかね、こういう形でこう呼ばなくていいですよと。むしろ僕だってですね、一生をね言霊学だけでですね研究して終わるのかって言ったら、僕はそういうふうにも考えていないし、まあ、皆さんの印象の中で、あ、言霊学の人だみたいなね感じでこう思ってる人も多いと思うんですけども、まあ、元々僕はこう音楽やってたりだとか、それこそ都市伝説をやってたりだとか、まあ、そういう流れの経過があって、まあ、たまたま僕はこう言霊学っていうものに興味を持ってね、自分なりにこう研究していただけなんで、その道の人だみたいなね感じでこう思われてしまうと、かえってですね、ちゃんとしたそういう正式になんか継承されて言霊学っていうものをですねやってる人とかからすると、なんだこいつはっていうことになってしまいますんで、僕もそういうことはですねあまり望んでないんですよということで、ただ自分なりにこう研究してきた内容として、自分ができる範囲で皆さんにですね、あ、これはひょっとしたらこれ役に立つ考え方なんじゃないかなっていうものに関してはですねやってってるっていう、こういう感じなんですよ。で、今日お話ししたいのはですね、カネギオンズっていうものがなかなか消えませんねみたいな、こういうなんか質問というか結構来たりするんですね。で、なんか友達とかその知り合いとかもですね、これからビジネスを考えていたり、ね、会社を起業しようとしたりしてるんだけども、言霊学のですねその欲望のこう説明をしたりして、それでも相手は分かってくれませんみたいなね、こういうなんか相談というかね、質問というかこう来たりするんですけども、これに関してですね、かなりねちょっと僕が言い方をですね間違えたのか、そういうふうに思わせてしまったのかね、自分に原因があると思ってるんですけども、それに関してですねちょっと訂正というか、ちゃんとですね明確に皆さんに言っておかなければならないなっていうことがあるんですけども、まあ、言霊学っていうものはどうしても精神のお話になってしまうんで、精神のお話とその物質的なお話を掛け合いとしてこう出してしまうと、なんか欲望的になっている物質社会が全部悪者なんだっていうふうに捉えてしまう人が多いんですね。で、もちろん僕もですねこの言霊学を自分でやってる中で、あ、欲望っていうのはダメなんだみたいな最初は思ったんですね。ですけれども、言霊学っていうのは最終的にですねそこをですね一切否定しないんですよ。否定しないし、むしろその否定が起こるっていうものはですね全部自分の自我から出てきているもの、本来はその言霊学っていうのは善も悪もないという世界から始まるんですね。なのでその善も悪も作っているのは自分の自我であるということになってくるんですよ、最終的にね。ですのでその物質社会とかですね進めるっていうのは、その原理上物質を進めるにはその原理が必要だし、その物質がですね収集がつかなくなって、もう誰もが苦しいっていうような世界がねできてきた時は、それぞれ皆さんの心の中からその欲望っていうものをですねコントロールして消していきましょうっていうね、そういうものなんですよね。なので誰かにね、人に対してお前それ欲望的だよとかですね、これからビジネスやろうと思ってんだっていう人に対してですね、それは言霊学ではね、うの次元と言ってみたいな感じでこう説明したところで、かえってこれは喧嘩になるだけだし、全く分かり合えないんですね。というのも、言霊学っていうのは人に対してとかね、世間に対してこうなんだっていうふうに言っていく学問じゃなくて、あくまで全部自分自身なんですよ。自分自身の心を対象とした学問なんですね。ですので欲望が出てきたな、ね、汚いと思っているその心とかですね、これは全部自分の自我から発生しているもの、これをですね解消していくためには、心の学問として自分の中で心をですね見つめて、それをですね何ですか、解決していくというか、沈めていくっていうね、こういう学問なんですよ。ですのでこれはですねやっぱりその世の中に対してね、誰か A さんとか B さんに対して、お前この言霊学的にあれだみたいなね感じで振りかざしたところで、
あの大きな間を生むっていうね、大間月日っていう神様がいるんですけども、まあ、そこで説明されているようにですね、この言霊学を振りかざすっていうことは一番やってはいけないっていうね、一番大きなですね間違いを生んでしまうんですよということが書かれてるんですね。それはその対象に向けるべきものじゃなくて、言霊学っていうのはあくまで自分自身の心を対象としているものなんで、人様に言うものでもないし、そういう形なんですよ。ですので、まあ、こういう動画を通してしまうと、どうしても僕がですね、あの皆さんに対してこう言ってるみたいなね、早くね欲望捨てなさいみたいなことをですね、僕自身がね皆さんに対して言ってるっていうふうに思うと思うんですけども、そうではなくて、僕がですねその言霊学として説明するには、このような境地のことなんですよということを説明する題材として、欲望を消していかなきゃいけないんですよってことをこう言ってるわけですね。ですので、あくまでこれは僕が皆さんに対して言ってることでもないし、言霊学に純粋に興味を持ったという人はですね、自分自身に向けて、ああなるほど、そういうふうに言っていく学問なんだっていうことをですね、まあ、体感していただければいいなという形なんですね。まあ、どっちにしてもですね、僕が言っても言わなくても、言霊学っていうものにですね興味を持った人はですね、おのずからですね縁起が結ばれてって、その学問を自らね、あの僕が言わなくたってその学んでいくものなんで、あまりですね皆さんの中でね、これが真実なんだみたいなね、これだけをね信仰していくんだみたいな感じで思わなくてよくて、その他の宗教は全部ダメなんだとかね、そういうふうにこう否定しないで、むしろそういった世界をパッて見た時の自分の心をですね、どうなっているかっていうことをですね見ていく方が大事になるんですよと。でもう一つですね、ちょっと僕はね今すごく気になっていることがあって、あのスピリチュアル界隈なのかな、陰謀論界隈か分かんないんですけども、あのその理想的な社会が来ることに関してですね、働かなくていい社会が来るんだっていうふうに言ってる人たちがいるんですよ。これはですねもう全くもって危ないんですよ、その考え方は。それはなぜかというと、その皆さんですね、今までね、多分おそらくその気持ち的にはあの奴隷なんだっていう気持ちなんですよ、その人たちはね。でなぜかっていうと、そのやっぱり自分たちがやりたくないっていうこととか、そのお金を稼ぐためのシステムっていうものが、まあ、僕ら生まれた時からねありますから、なんでね自分が決めたようにですね人生は動けないのかとかね、お腹が空いたらですね、あのなんか食料買いたいんだけども、この食料買うにはお金がかかるとかね、家を建てるにはねお金がかかる、車を買うにはお金がかかるみたいなね。でそのお金をですね稼ぐのに会社にですね行ったら、上司からガミガミ言われてすごいストレス抱えてね、満員電車にこうガタンゴトンしながらですね揺られて、なんでこんなストレス抱えなきゃいけねえんだよみたいなね、感じの感情からもっと解放されたいんだという、こういう理想論が生まれて、その理想の先に働かなくていい社会が来るんだ、それが光の世界なんだみたいなことをこう訴えてる人たちがいるんですけども、そうじゃないんですよと。言霊学っていうのはその欲望の金木っていうものも消えるものじゃないし、むしろですね、あの火付き神事にですね今より10倍働くんだよというふうに書かれてるんですね。おいおいと、10倍働く世界がなんで魅力のようなんだよというふうに思うと思うんですけども、これはですねその裏があって、人間というのはですね、あの何て言うんですか、まあ神道でいうとね、今この瞬間っていうのは中今っていう概念なんですけども、この今この瞬間しかですね僕らっていうのは存在してないんですよ。今この瞬間しかないわけですね。過去というのも未来というのも全部自分の頭の中の概念上にしか存在してないということは、僕らはですね常に今っていうことをですねずっと刻んでいると、パチ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 ね、もう目をねパチッと瞬きするごとにですね今を刻んでるわけですね。これを永遠の今っていうふうに言うんですけども、この永遠の今をですね調和させましょうと、変えていきましょうよという学問でもあるんですね。でどういうことかっていうと、皆さんはですねその仕事とかやってね、嫌な仕事をこうやって、でもその先にねこれぐらいの給料がもらえる、だからその給料を使って、どこどこに遊びに行こうとかですね、こういう将来的に考えてるんですね皆さん。つまり幸せというのはね、あの今この頑張った先にあるんだとかね、喜びっていうのはこの先にあるんだ、何かを成し遂げた時にこの喜びが待ってるんだっていう考え方なんですよ。これだと今この瞬間っていうものしかないのに、この今この瞬間は何かって言ったらですね、この喜びとか悲しみっていうのがすごい遠くにありますから、ずっとですね幸せになれないわけですよ。ずっと喜びに変わんないわけですね。ずっと苦しいっていう状態が続くんですね。でもそうじゃなくて、今この瞬間が楽しいんだ、今この瞬間が喜びなんだっていうね、こういう考え方でいくと永遠とずっと喜びなんですよ。これがですね中今の使い方であって、つまり人間はですね自分のね本当に喜んでやれるもの、
ね、今からこれを作る、ね、この作るっていうものもいやいやお前作るよみたいな感じでね言われてへいみたいな感じになって作るとなんかムカつくなみたいな全然幸せじゃねえなみたいな早く家帰りてえなみたいなね感じになるんですけども、そうじゃなくて喜びっていうのが自分からむしろこれやりたいとすごい楽しいみたいなね、うわめちゃくちゃ嬉しいみたいなね、こういうね境地から出てきた行動っていうものはですねやっぱりその自分の幸せに直結するわけですね。こういうことをですねやっていく人たちが世の中に溢れてくる。そうするとみんなハッピーなんですよ。企業がですねその大企業一強としてあのいろんな従業員をバーってこうね集めて、その中でお前あれあれこれあれみたいなね感じになってるとそれは嫌だなっていうふうにね思ってきたりするんですけども、そうじゃなくて自分の心の底からですね、あこれやりたい、これはめちゃくちゃ楽しいぞ、これが嬉しいぞって、子供の頃と一緒です。あれやりなさいとかこれやりなさいってなってるとみたいな感じになってたけど、でも自分がですねおのずからね遊びに行くっていうのはすごく楽しかったじゃないですか。あれああいう境地で仕事をしていくと、自分でですねそういう役割というか役目というかね、そういうところにおのずから気づいてそこに着手していくと、そうするともうその人は幸せなんですよ、自分も幸せになると。こういう社会になっていくことが魅力の世であって、働かない社会っていうのはその働かないでねここにただぼーっと座ってるだけで、あ腹減ったな飯って言ったら飯が出てきてみたいなね、こういう社会になったらこれは完全なる依存の社会なんですよ。自分はね何にもしないし何にも作れないし、だけれどもあのねお金って言ったらお金があってね、飯って言ったら飯があって家って言ったら家があってね、こういう社会になったら完全に人間はアウトなんですよね。こういう社会が来たらユートピアじゃなくてもうむしろねディストピアなんですよ。人間というのはこの生命意志として働いていくっていうことがですね生命意志なんで、この働き自体がなくなってしまうとですね人間は死んでしまうわけですね。死んだも同然なんですよ。働かない社会が来るんだっていうふうに言ってる人たちはそれはねかなり語弊が生まれるんで、自分たちがね心の底から楽しんでできるね自分たちの役割として行う仕事が今後大切になってくるんですよ。働かなくてもいい社会がその光の世界なんだっていう風にね考えてる人は今一度やっぱり考えてみた方がいいと思いますよ、ね、働かなくてねそのニート的な生活をしてるのが最高だって思ってる人も世の中たくさんいますから、別にそういう人たちはですねそういう社会で、ね、そういう生き方をしても全然いいですし、ね、世の中全体がね働かなくていい社会なんてものはですねあのむしろ来ちゃいけないんですよ。そういう風なね完全依存の社会、全部受動的、自分は何にも能動的に起こすものは何にもなくて全部受動的なものになってしまうと、まあ、これは完全なるおしまいです。ですので、まあ、そこはですね僕はちょっと今ね心配していることかなと、まあ、そういうふうにねやっぱり何て言うんですか動画とか通してですね大々的に言ってる人もいるんでね、そこはですねちょっと皆さん気をつけていきましょうと、ね、今自分が喜んでできるものがですねそのまま仕事になったらですねそれは幸せですよと、そういうことを心がけましょうと。遠くに喜びがあるね、これを何かを乗り越えたら幸せがあるとかこういう考え方じゃなくて、今この瞬間が楽しい、今この瞬間が嬉しいっていうものにですね着手していきましょうということで、本日は以上になります。それからですね僕はオンラインサロンエミタメというねコミュニティをやっております。まあこれからですねその食料危機が来るよとか災害が来るよとか、まあいろんなことをですね各界隈の人とか科学者とかいろんな人含めて言われてますけれども、まあそういった中でですねその行き場をこうなくしてしまってなかなかこう周りと溶け込めないとか、なんか自分の考えてることが友達に話しても通用しないとかね、だからそういう人たちとか同じこう危機意識みたいなものをですね持ってる人たちでこう集まってるんで、話がね合う人同士でねすごく仲良くなってこう一緒に一緒に飲みに行くとかね一緒に仕事やるとかね、こういう話とかもですね結構発展してったりするんでね、もし興味がありましたらですねオンラインサロンエミタメの方ですね概要欄から、まあ、覗いてみていってくださいということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。